空気を入れて膨らませた紙風船。今質量は 2.36g になっています。この紙風船を潰した時、質量はどうなっているでしょうか。増えているでしょうか。減っているでしょうか。それとも変わらないでしょうか。やってみましょう。2.36g 変わりませんでした。どうしてこうなるのか考えてみましょう。